3歳と企画書論の9回目の授業を始めていきます。音と画面共有大丈夫でしょうか？はい、いいですか？ありがとうございます。はい。ではですね、ちょっと先週は休校という形だったんですけども、年内はあと2回やっていきます。で、そこではですね、ここに書いてあるような、あ、出なかった。順道経が導く半順序って話をしていこうと思います。はい。でですね、ちょっと予定は、ちょっと変わっているって話は、前回したんですけども、今言った通り、年内はこの半順序の話をしまして、で、年が明けたら4回は1月中にあるんですけども、そこで、アルゴリズムの話、今まで全然アルゴリズムの話は、まあ、してないんですけども、アルゴリズムの話していこうと思います。それでですね、今日はこの半順序の話をするんですけども、まあちょっと一回空いてることもありますので、復習しながらやっていこうと思います。はい。それでですね、今日の目標は、順道傾斜長が作る順序構造の性質を調べるということを言います。で、まあこれは今日と来週、まあこの話をしていくんですけども、まあ来週はもう少し深いというか、詳しいことをやっていって、今日はその、まあ、基礎的な部分を行う。まずそもそもこの半順序を作るんですけども、それどのように作るのかってことと、それがですね、特殊な、性質、則。これ、タバと書いてある則と呼ぶんですけども、則という、であるという性質を持つんですけども、それを証明していきます。確認していきます。はい。で、まず前回までの復習からやっていきますね。はい。で、ですね、コアという話をしてまして、コアって何だったかっていうと、まあ、グラフがありまして、そのグラフのコアと言ったら、それは極小なレトラクトのことだというふうに言ってました。まあ、レトラクトが何だったかってことは、ちょっとまあ、この際忘れてもいいっていうふうに言ってはちょっと言い切れないんですけども、まあ、重要なのは、まあ、引き込みと呼ばれる、ある順道形、ある性質を持つ順道形、斜度があるんですけども、まあ、それによって得られる部分グラフのことをコアと言ってます。だから、まあ、その、グラフ型のに、その、まあ、順道形において、本質的な部分を持っている部分グラフっていうのがあって、まあ、それをコアと呼んでいるというふうに思ってください。で、コアの重要な性質というのは、まあ、その極小なものっていうのは、そのグラフの中にいくつかあるかもしれないんですけども、その極小なものを持ってくると、まあ、その今、それが H0、H1 だとすると、それは必ず動形になるということです。なので、まあ、動形であるので、その、まあ、H0 も H1 もコアなんですけども、まあ、見た目は同じなので、まあ、それを、このグラフのコアと呼んで、この G ドットというか G 黒丸で表すことにします。まあ、これは G のコアと今後呼んでいきます。まあ、先ほどの例で言うと、これ今 C6 っていうグラフなんですけども、この、まあ、一番下に書いてあるものは、これ全部コアなんですね。一個一個はコアです。一個一個がコアなんですけども、C6 のコアなんですけども、これはどれもこの一つの変からなるグラフ。という同形なグラフかなっていうので、まあ、この一つの変からなるグラフ。これは、ま、K2 なので、C6 のコアは K2 である。あるいは、ま、その記号で書くんだったら、C6 のコアっていうのは、ま、K2 と、同形であるというふうに、ま、書くと。あるいは、ま、これ、同形と書かずに、ま、イコールと書いてしまう、ま、大胆な書き方をする場合があるかもしれませんけども、まあ、そういうふうな記号を行う、用いていくということになります。はい。で、それでですね、その重要な性質はもう一個あって、この、まあ、コアがあったら、そのコアと元のグラフ G っていうのは必ず順道形同値です。順道形同値ってこの、記号を使ってます。C、これ今日よく使ってきましたけども、これはつまり、G から G のコアへの順道形があり、かつ G のコアから G への順道形もあるということですね。まあ、これは簡単に分かって、この初めの方は、これは引き込みですね。引き込みっていう、その順道形作動があるんだから、このような矢印がありますし、左側はこれは、部分グラフですから、その方眼関係から分かると。ね、何を言ってるかというと、G のコアっていうのは、G の部分グラフですから、このような、その方眼関係を表すような順道形が必ずあるということです。だから、この両向きの矢印になってします。ということですね。で、まあ、これ重要になってきます。
という性質があったことを、まあ、思い出すということですね。はい。で、グラフがコアであるという言い方をすることもあります。先ほどはそのグラフのコアっていう言葉だったんですけども、グラフがコアであるというのは何かっていうと、それ自身が自分のコアであることです。G と G のコアが同型である場合、その G のことをコアと言います。だからその G っていうのがあったときに、その、レトラクトを作ろうと思っても、自分自身へのレトラクト、すみません。そうですね。自分自身がレトラクトになっている。自分自身が極小なレトラクトになっている場合、そのグラフのことをコアと言います。で、まあ、前回ですね、この、やったのは、まあ、その完全グラフとか、幾何路とか、クネーザーグラフっていうのも、まあ、コアなんですよということを、紹介したということになってきます。はい。で、今日やるのは、第3回かな？第3回目の授業の時に、やった話をちょっと思い出す必要があって、何かというと、二項関係なんですね。で、何かというと、この順動形がありますよっていう、この二項関係っていうのは、このすべてのグラフ上の二項関係なんですけども、それは、この反射性っていうのと、推移性っていうのを持つっていうのをやりました。何だとかっていうと、まあ、G から G へ順動形だと存在します。で、G から H に順動形作動が存在して、H から K に順動形作動が存在したら、G から K にも順動形作動が存在しました。これ、推移性ですね。これも正しいと。で、この2つの関係、反射性と推移性を持つような2項関係のことを、偽順序と呼んでますってことを、その時言いました。クエサイオーダーですね。ですね。で、一般的なことを言うと、何かというと、まあ、集合 X があって、で、その上の二項関係。ちょっとこれ、その第3回目の授業の時のちょっと記号と今日変えてるんですけども、すみません。これを使って、まあ、偽順序を表すことをするんですけども、それは、いつ偽順序で呼ばれるのかというと、この反射性と推移性を満たすときです。反射性っていうのは、X と X の間に関係があるのと、推移性は X と Y に関係があって、Y と Z に関係があったら、X との関係があるということですね。だからこれはまさしく、この上の矢印っていう二項関係が偽順序であるということを、上の性質は示しているということになるわけですね。これ、いいですか？復習ですけども、思い出せますか？よろしいですか？い。ありがとうございます。で、偽順序に似たものに反順序っていうのがあったんですけど、反順序がないんですね。偽順序というものに似たものに反順序っていうのがあるんですけども、反順序っていうのも二項関係なんですけども、それは、この偽順序が満たすべき反射性と、推移性ともう一個、重要な性質を満たしてなくちゃいけなくて、それは反対称性と呼ばれるものです。で、反対称性は、この上の記号を使って書くとどういうふうに書けるのかっていうと、X が、Y 以下って、まあ、以下で言っちゃいますけど、Y 以下であり、かつ、Y が X 以下ならば、この X、ちょっとこれ矢印に見えないですね。矢印なんですけども、これ矢印。ならば、X と Y は実は同じじゃなくちゃいけませんって、こういうことですね。これが反対称性と呼ばれる性質です。で、この矢印は反対称性を満たしている必要ないと。なんでかっていうと、G というグラフから H に順動形があって、H から G に向かって順動形があるならば、G と H は等しくなくちゃいけない。これが反対称性になるわけです。だけども、これは、まあ、等しいとは限らないわけですね。先ほど言った通り、例えば、G と、G のコアの間には両向きの矢印があるんだけども、であるからといって、G イコール G のコアとは言えない。ちょっと字が見づらいかもしれませんけども。とは言えないわけですね。なので、この反対称性が成り立っているとは限らないわけです。で、これが重要なポイントですね。だから、偽順序であるということしか言えなくて、反順序であるとは言えないんだけども、実は、今からやってきます。その反順序が作れますという話です。で、まあ、どうするのかということを今からやってきます。はい。で、もう一個重要だったのは、この順等形の性っていうのは、実は、同値関係であるということですね。これが重要ですね。で、同値関係っていうのは、この反射性と対称性と推移性ですね。先ほど、反順序の時は、反射性と反対称性と推移性って言って、
言っていたんですけども、その反対称性が対称性に変わると同値関係です。で、対称性というのは何かっていうと、G と H の間に関係があったら、H と G の間にも関係がありますよという、こういうことですね。はい。で、これが対称性と呼ばれるものです。はい。で、まあ、下に書いてあるのは、まあ、同値関係、一般論ですね。同値関係っていうのは、反射性と対称性と推奨を出すものですということですね。はい。で、ちょっと、まあ、今後、出てくるというか、ちょっとイメージ湧きやすいようにと思って、今これ書いてるんですけども、義準序と同値関係はこんな感じで図するとあります。一定数、何が何だか分かんないんですけども、まず、これはですね、ここで分かれてまして、左側がこれ義準序です。を、図しようとしているものです。で、右側が同値関係を図示しようとしているものです。はい。で、どのように見るかっていうと、まあ、これまず、まあ、義準序の方はどう見るかっていうと、義準序、例えばさっきあったような、記号で書くと、まあ、X が Y 以下である。で、かつ、X と Y が等しくない。っていうときに、この図では、X から Y に向かって矢印がある。と思ってください。はい。で、そうすると、例えばですね、ここ、ちょっと書こうかな。これが X で、これが Y だったら、まあ、ここに矢印があるわけですね。こんな感じで。で、この時には、この X は、Y 以下というか、まあ、こういう形になっていると思ってください。はい。で、そうするとですね、ちょっと別のところを見ると、どうなってるかっていうと、今ここに X があって、ここに Y があるんですけど、これは今両向きに矢印があります。ですかね。だから、先ほど言った通り、これ、反対称性を満たすとは限らないので、X と Y の間に両向きに矢印があっても、その2つが等しいとは限らないわけです。で、そういうものが、この両向きの矢印で表されていると思ってください。いいですか？で、これはちゃんとその義準序を表しているようになってるんですけども、ですね、一個注意があって、本来はですね、例えばですね、ここが今 X であるとして、どこが X かってここですね。ここ X だとして。で、ここ Y。ここですね。今 Y だとして、ここ Z だとしましょう。で、Z だとすると、今 X から Y に向かって矢印があって、Y からちょっとずれましたけど、Y から Z に向かってこれ矢印がある。今こういう形になっているので、これはですね、その記号で書くと、X は Y 以下で、Y は Z 以下ってこうなってるわけですね。で、先ほどですね、義準序というのは推移性を満たすというふうに言っていたので、この時には必ず X も Z 以下になってます。だからそう思うと、この図示の仕方のルールに従うとですね、本当はですね、この X から Z にもこう矢印がなくちゃいけないわけです。が、そうなんですが、この矢印はですね、別に言わせると、この X から Y に向かっている矢印と、Y から Z に向かっている矢印があれば、この水星からですね、X と Z に向かっている矢印もこれ復元できるので、そういう意味で、このす、えっと、なんて言うんですかね、水星を使うことで復元できる矢印は、この図では書いていないと思ってください。これ書かなかったということになりますね。そうするとですね、これ、この規則を本当に真面目に適用するとですね、これ、この図は実は冗長すぎて、もっとたくさん、矢印を省略できます。省略できます。で、それはですね、あえてやってないんですね。だから、この、省略をしているところとしてないところをですね、ちょっと恣意的にちょっとこれは書いていて、あんまりよろしくないんですけども、まあ、そういう形で書いてます。で、例えばどこかっていうと、今ちょっとこの X と Y と Z と消しますけども、ここを X、ここを Y、ここを Z としますね。で、そうすると、追跡しますけども、そうするとですね、どうなってるかっていうと、X から Y に矢印があって、Y から Z に矢印があるので、X から Z に向かって矢印、これは冗長なんですね。冗長なんですけども、これはですね、書いてます。で、なんで書いてるかっていうと、この Y と Z の間のこの矢印っていうのが、これ両向きだからです。これ両向きなんで、だから、たどっていくときに、両向きを使っているときには、省略せずに書くことにしておきます。で、なんでそうしてるのかっていうとですね、
これ重要な性質があって、重要な性質を見過ごさないために書いてるんですけども、今ですね、この Y と Z の間は、これは両向きの矢印があるんですね。で、両向きの矢印があると、両向きの矢印があるとですね、何が言えるかっていうと、X から Y にこう矢印があったら、必ず X か Z にも矢印がなくちゃいけないってことが言えます。それはもちろん先ほどの、推移性から言えるんですけども、で、その時のこの X から Z は矢印を省略してないんですけども、ですね、別のところにですね、ここに今、じゃ X プライムというものを持ってくるとすると、X プライムもですね、この、Y に向かって矢印を持ってるわけです。で、そうすると、先ほどの推移性から、やっぱりこの X プライムから Z にもこう矢印がなくちゃいけない。ということがわかります。で、これはですね、逆のことを言うと、もしですね、X プライムから Z に矢印があったら、このですね、なんだろう、両向きの矢印があるので、そこからこれ X プライムから Y にも矢印がなくちゃいけないということが言えるわけです。言えるわけです。推移性から。ってことは何が言えるかっていうとですね、今ですね、この、Y と Z っていう部分が、ちょっとまあ、あるんですけども、あるんですけども、この X、X プライムで、この下にこの X、ちょっと2プライムというのがあったとすると、これはですね、この、3つの要素っていうのは、この Y と Z のに、両方に向かってですね、必ず矢印が出てないといけないですね。何でかっていうと、X から Y に矢印があったら、それは必ず Z に出てないといけない。で、それは、Z に矢印が出ていった、向かっていったら、そこからは、Y にも矢印が向かっていかなくちゃいけない。っていうことになってるわけです。っていうことが、あとこの両向きに矢印があるとですね、これ必ず成り立つわけですね。なので、それを、強調するために、ここでは、冗長な矢印を書いてると、思ってください。何を言ってるかわかんないかもしれませんけど、いいですか？何を言ってるかわかんないかもしれない。だから、ちょっと今、だから伝えなかったことは、冗長に矢印の位置が書いてるということです。すいません。あんまり伝わらないかな。すいません。という形で、この左側の図は書いてます。この非順序の図の表し方いいですか？すいません。ちょっと、なんか恣意的な感じがするんですけども、いいでしょうか？まあ、なんか雰囲気ですね。雰囲気。はい。で、ですね。その両向きの矢印は、この左の図の中にどこにあるかっていうと、今消したところですね。今消したこの、両向きの矢印とね、他にもですね、ここにあります。ここですね。こんな感じになってます。で、まあ、ここにしかない、今、両向きの矢印しかないっていう形になってます。はい。で、同置関係の方は、どういうふうに、図を書いてるかっていうと、先ほどの、記法で言うと、X と Y の間にこういう、関係があったら、この時には、また、X を表す点と Y を表す点の、こういうふうに、辺を書くと、辺というか矢印を書くという形で書いています。そうするとですね、同置関係っていうのは、対称性という性質を持っていましたから、X と Y の間に関係があったら、そこから、Y と X の間にも関係があるということが言えるわけです。で、そうすると、矢印をこう書こうと思ったら、必ずですね、両向きの矢印になっています。何をってかっていうと、X から Y に向かって矢印があったら、こう対称性から必ず Y から X に向かっても矢印があるという形になっているわけです。で、ここの図はそういうふうになっていると。で、なおかつ、推移性もあるので、ここにこう矢印があって、この矢印がある、となったら、その2つの間、だからその、2歩で行けるところには必ず1歩で行けるような矢印もあるという形になっているということになります。いいですか？で、そうするとですね、これと後でちゃんと証明するんですけども、この同置関係を見ると、この矢印で移り合えるところに必ず矢印があって、矢印で移り合えないところの間には全然矢印がない。で、こういう格好をした形に図示できます。ね、矢印があるところにはどこにも矢印がある。だからそうか。それを言おうとすると、ちょっと、だから、ちゃんと書こうとすると、今は、これは、関係あるところって言ったんだけども、これ、かつ、X と Y が異なると。死ぬわけですね。だから本来は反射性もあるので、この今、イコールを表す矢印も書かないといけなかったんだけども、それは今書かないようにします。はい。で、もう一度言うと、この矢印があるところにはどこにも矢印があるという形になっていて、その間はどこにも矢印がないと。
という形で、労使関係というのは受取できるということになります。で、これはですね、実際何を言ってるかというと、労使関係から必ずこの、集合度分割が得られるということが言えるんですね。まあ、こういうのを労使分割と言ったりするんですけども、これはちょっと後で証明します。ちゃんと分割が得られるということ、まあ、あるいはその分割が何であるのかということはちゃんと言います。で、これが、この労使関係に対して重要な、性質になります。この労使関係の助詞の仕方はいいですか？よろしいですか？よろしいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、これを、復習として進んでいきます。で、先ほど言って、で、今から何なのかというと、擬順序から反順序を得るってことを言います。で、これはですね、実は一般論があって、今ここではこの矢印っていう擬順序のことを言ってますけども、一般的に擬順序があったらそこから、反順序を得る標準的な方法があります。で、それを、まあ、今から紹介していくということになります。で、反順序っていうのは先ほど言った通り、反射性と反対称性と推性を満たすような二項関係のことです。はい。で、どのようにこの擬順序があったら反順序はそこから得られるのかってことを、まずその一般論で話をしていって、一般論の話を、この、順道傾斜度ですね、が存在するという擬順序に対して適用すると何が起こるのかっていう順番で話をしていきます。だからまずやるのは、この一般論です。擬順序からどのようにして反順序が得られるのかという話をします。で、まあ、これをすれば多分休憩に行けるかなと思います。ので、そこまでまず頑張りましょう。はい。でですね、今からやるのは何かというと、まずですね、擬順序があるんですけども、だから一般論なので集合 X とその上の擬順序があるというふうに思ってください。で、まずやるのは、この擬順序から動詞関係が得られますと言います。擬順序から得られる動詞関係。で、どのようにするか。今、こう擬順序がありましたら、この X 上の二項関係を次のように定義します。で、どう定義するかっていうと、X と Y に関係があるというのは、この X がこの擬順序において Y 以下であり、かつ Y が X において、Y が X 以下であるという形でこれ定義します。で、これは二項関係をこれただ定義しているだけなんですけども、この時、この二項関係は X 上の動詞関係である。つまり、何かっていうと、反射性と、対称性と、推移性を満たすというわけです。で、下に書いてあるのはそのままイメージ図です。で、何かというとですね、今この、左側が先ほど書いていた、あれですね、あれですじゃないですけど、擬順序の図示ですね、イメージ図です。で、ここに書いてあることを行うと、どのような、動詞関係が得られるのかって、その動詞関係の図を書いたのがこの右側です。で、どういうふうにやってるかっていうと、これはですね、先ほどあったこの両向きの矢印の部分が見ます。これですね。で、両向きの矢印で行き来できる部分を一つの部分だと思いましょうと。だから何を言ってるかっていうと、この両向きの矢印があればですね、部分ですね。だから例えば今、ここ、X。y と違うと、これは x が、y 以下で、y が x 以下だというふうなことを表しているわけなので、だからこの時には、この x と y はこの関係において、関係を持っているというふうに思うわけですね。で、あるので、この右側の図では、こういうふうに、その間に矢印があるというふうに書いているわけです。で、まあ、下のところは、これ、3つの間にそれが成り立っているので、ここもその3つを持ってきているということになります。で、そういうふうにして取り出してきて、で、まあ、両方の矢印がないところは、これ、1個1個が、まあ、1つ1つ、まあ、バラバラに存在しているような形になっていて、まあ、これ全体として、これで動詞関係を表す図になります、ということを言ったわけですね。で、まあ、今これは図でやっているので、まあ、イメージはこれでいいんですけども、これちゃんと数学的に正しいということを、つまり、これがちゃんと動詞関係になるんだってことを証明していきます。言ってることの内容はいいですか？だから、その、なんか、記号がちょっと、なんだろう、混乱するかもしれませんけども、このように定義すると、このように定義すると、これは動詞関係になると言いますね。だから、そのためには、この反射性と対称性と推性を、
このように定義した二項関係が満たすということを言います。で、そのために、この元々のこの、この不等号のような関係が偽順序であるという性質を使っていきます。じゃあ、証明をしていきます。今から証明するところ、これですね。今のように定義した関係が、この対称性など、三つの性質を持つということを証明します。じゃあ、まずですね、反射性を証明しましょうと。で、その時に、つまり、これを証明するということ、これ何を証明すればいいかっていうと、この、性質の定義から、X が X 以下であり、かつ、X が X 以下ですね。だから今、先ほど、ちょっと書くと、X が Y と関係を持つって言ってるのは、X が Y 以下で、かつ、Y が X 以下っていうふうに言ってたわけですよ。で、この、今、証明すべきことってことは、この y の部分が x になってるわけだから、それを使って、この定義を書き換えると、x が x 以下、かつ x が x 以下という、この形が選べるわけです。いいですね。あ、これを証明すればよい。で、これは、かつで結ばれている2つのものは、これ、全く同じなので、これはその、同値変形すると、同値変形いいかな。だから、その片方だけ成り立っていれば、よいということになります。じゃあですね、この X は X 以下っていうのは成り立ちますかってことを考えると、実際この偽順序っていう関係を反射性を持つので、確かにこの X は X 以下だってことが成り立つということになります。よって、この X と X がこの今定義した二項関係において関係を持つことが成り立つ。つまり反射性を持つということが言えるということになって、この部分は証明が終わります。で、これは反射性の部分です。これ簡単な場合ですね。で、対称性やっていきます。で、対称性の場合は、何を証明すればいいかっていうと、X と Y が関係を持っているんだったら、Y と X が関係を持っている、関係を持っているということを言います。で、そうすると、だからまず、仮定するのはこれですね。X と Y は関係あります。これを仮定します。で、その時には、この関係の定義から、これ下ですね。X は Y 以下であり、かつ Y は X 以下であるということが言えます。ここまでいいですか？で、そうすると、今、ここに書いたものは、何とどう違うかっていうと、この括の、前後をこれ入れ替えても、真偽は変わりません。だから、これは、y が x 以下であり、かつ、x が y 以下であるというふうに、思えるわけです。で、そうすると、これは、こういうふうに書き換えると、これは、その、また、この、新しく定義した二項関係の定義から、y と x に関係があるということが、そこから言えます。つまり、X と Y 関係があるというふうに仮定したら、Y と X の関係があるということが言えたので、対称性が成り立つということが言えましたということになります。いいですね。はい。で、これで、反射性と対称性の証明ができたので、残っているのは、推薦の証明です。推薦の証明。で、これやっていきます。で、これ証明するためには、この X と Y に関係があり、かつと Y と Z に関係があるということを仮定して、そこから X と Z に関係があるということを導くということをします。だから、これは仮定ですね。この部分が仮定で、そこからこの結論を導く。こういう形になったんですね。で、まあ、そういうふうに証明が書くわけです。で、じゃあ仮定から何が得られるかっていうと、今この X と Y は関係があって、 Y と Z 関係があると言っているので、まずこの消しますと、この X と Y に関係があるってことから、この前の部分ですね。この部分が得られます。X は Y 以下で、かつ Y は X 以下ということが言えます。で、一方で、この後ろの方ですね。Y と Z に関係があるって言ってるので、 Y は Z 以下であり、かつ Z は Y 以下であるということが言えるということが定義から言えます。で、そうすると、今こういうふうに、この証明ですね。証明って、最初にこの4つのことが成り立ちますよってことが言えたわけです。で、ここでですね、この一番初めの X が Y 以下、で、三つ目の Y が Z 以下っていうのを取ってくると、ここで、推薦が使えます。偽順序の推薦が使えます。X が Y 以下で Y が Z 以下なので、推薦から X は Z 以下ということがわかります。で、一方で残ったですね、この二つ目と四つ目を使うと、そこからまた推薦で Z は X 以下ですということが言えるわけです。つまり、この時点で何が言えてるかっていうと、X は Z 以下であり、かつ Z は X 以下であると。こうなるわけです。で、これは、この新しい関係ですね。新しく作った関係のことを思うと、この定義を思うと、X が
セットの関係を持っているという結論になるわけです。で、これが証明したかったことなわけですね。証明したかったことはこれで言えましたという形で証明が終わるということになります。これで推薦が言えました。よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。で、ここから何が言えたかというと、議順序があれば、そこからこのような形で自然に同値関係が得られるということになります。で、同値関係が得られると、同値関係から分割が得られます。これ先ほど図ではちょっと、説明していたんですけども、もう少しちゃんとやろうと思います。で、それがこれですね。これも、これも一般論です。で、一般論なので、設定としては集合 X と同値関係があります。で、これは、今のように議順序から作られたものではある必要がなくって、どんな同値関係でも構いません。どんな同値関係でも構いません。で、同値関係から分割を得るっていうのはどのように行うのかっていうと、まあ分割まだ定義してませんけども、ここに書いてあるような、集合を定義します。X の要素とスモール X を持ってきたら、このスモール X にこの鍵括弧をつけて、集合を定義します。何かというと、このスモール X っていう集合の要素は、X プライムなんですけども、それは X とこの同値関係において関係を持っているものを全部集めてきます。ということにします。で、これが X というこの鍵括弧です。で、この X 鍵括弧っていう集合を全部集めてきます。この、スモール X を変えて。で、そうすると、これが X の分割になります。っていうのが、性質です。性質です。正しい。で、この集合のことを、この X スラッシュ、ニョロ。X 割るニョロっていうふうに書くことが多くて、まあ、これはですね、この X をこのニョロという、ニョロって言っちゃいますけども、という同値関係で割った小集合ですね。というふうに呼ばれるものです。その、小という、なんだっけ、演算というか、オペレーションをですね、グラフに対しても適用、定義したってことが前あったんですけども、まあ、それはですね、この、小集合の、定義を、まあ、グラフに対して適用したような形の、定義になっているので、それは、今からですね、やっていくとわかると思うので、そういうつもりで見ていってください。はい。で、この X 鍵括弧というのは、これは実は名前がついていて、これ X の同値類と呼んでます。まあ、もしちゃんと言おうと思ったら、この、同値関係、ニュロに関するってことですね。だから同値関係が与えられると、そこから、この同値類っていうのが、得られるという感じになります。で、これ、左側、これ先ほどの同値関係、イメージ図。図紙ですけども、この場合、例えばですね、この一個一個のこの塊、これが、同値類と呼ばれるものになります。だから例えばですね、ここに今、例えばじゃこれ、今、1、4、7とかっていう、ちょっと、名前がついてるとすると、この1の同値類っていうのが、1、4、7という集合であるとか、こういう形になります。わかりますか？いいですか？あんまり反応がないからあんまりわかんないです。で、これはですね、実際はこの4の同値類や7の同値類と等しいです。いいですか？ちょっとこれじゃあちゃんと書こうかな。ちょっとあんまり通じてないかもしれないんで。じゃあですね、これやってると時間がかかっちゃうかもしれない。ですね、例えば今1、4、7はやったんだけど、じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。こんな感じしますね。こういうふうにちょっと名前が出てたりします。で、そうすると、今この X 割る0っていうのはどういう集合かっていうと、これは、ちゃんと書こうとすると、この定義通り書こうとすると、1の同値類、2の同値類、3の同値類、4の同値類、点点点、13かな ?13 の同値類。こんな感じになるんですね。こんな感じになります。で、ちょっと、ちゃんとやんないといけないのは何かっていうと、例えばですね、この1の同値類と4の同値類、これは同じなんです。同じって何を言うかというと、これはどちらも、1、4、7なわけです。ちょっとこれ黄色って見にくいですか？すいません。黄色って見にくいですか？なんか見にくかったら、なんか首かしげるジェスチャーしていただければと思うんですけど、
見えてたらなんか、サムアップしてもらえばいいと思うんですけども、どうですか？これ見えます？いいですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ見えるようなので、ちょっと黄色を使ってみます。ですね、これ同じなので、で、この、小集合といっているこのものが、これ集合なので、同じものがこの集合としては一度しか現れないんです。だから実際これは、これ集合として書こうとすると、この4つのですね、4つの、同値類からなる集合になります。だからちゃんと書こうとすると、147と、2の同値類である23611と、5の同値類である5と、8の同値類である8、9、12、13と、10の同値類である10ですね。っていう集合になると思います。ですか。だから、この重複しているものは、この集合の表記では、書かないわけです。まあ、書いてもいいんだけど、もう普通は普通書かない。ということで、実際この X スラッシュニョロ、X 割るニョロの、要素数は、1、2、3、4、5になります。いいですかね？いいですか？いいですか？で、これが今、ここで作ったもの、これが、この X の分割になっている。で、分割って何なのかってことを今から定義します。はい。で、分割って何なのかっていうと、これです。この X 割るニョロっていうのが、X の分割であるっていうのは、何かっていうと、この4つ、3つの性質が成り立つことです。まずは、この集合自体は、空集合ではない。だから、必ず要素を持っている。で、これを言うためには、まあ、これは後で言うか、前で、これは何ですかと。で、もう1個は次の性質何かっていうと、この、集合に所属する二つの集合ですね。あ、だからまずですね、そうか、ちゃんと言わなきゃいけないのは、この小集合っていうのは集合の集合なんです。で、集合の集合、先ほど見たように、この集合の要素は集合なんです。ですね。集合の要素は集合なんです。だから、これ今、この小集合の要素を持ってきてるんですけど、これは集合なんです。で、この二つの集合が異なる場合には、それは共通要素を持ちませんよ。互いにそうですよ、ということです。だから、まあ、組成ですね。これ、素性じゃなくて、組成です。組成です。はい。だから、異なるものは必ず共通要素を持ちません。ですね。で、三つが何かっていうと、これは、この元々の集合の要素が、どこかの同値類に必ず含まれますよ。過不足なく覆われてます。何かというと、つまり、それを、数学的に書くと何かというと、Large X の任意の要素。Large X の任意の要素っていうのを、スモール X 持ってきたら、それに対して、ある、この同値類が存在して、その同値類がこの X を含んでますよ、ということを言っています。で、この3つが成り立っていれば、それを分割と言います、ということになります。その定義はいいですか？分割の定義は。だから、なんだろうな、先ほども、この図であったような、このイメージをですね、ちゃんとその数学的に表現するっていう技術は、非常に重要で、まあ、それをここでちゃんとやってるというふうに思ってください。でですね、今からこの3つの性質というのを、この小集合が持つんだということを証明していくんですけども、この非空性と非複性はまず簡単なので、これをやっていきます。で、まず非複性であります。空集合ではありません。で、任意のこのラージ X の要素、スモール X を取ってくると、このスモール X が作る同値類っていうのは、この集合の要素なわけです。だから、まあ、この時点で、この小集合要素を持ってますから、空集合ではありません。という形になって、非空性は言えます。いいですか？はい。で、非複性なんですけども、非複性。これは、任意の、スモール X を持ってきます。で、それに対して、そのスモール X を要素として持つような A っていうのを作ってあげればいいんですけども、それは、この場合は、この X の同値類を持っておくことが良いです。X の同値類は、この小集合要素であり、なおかつ X を含みます。これは同値関係の反射性を使えばわかる。なんでかっていうと、X の同値類っていうのは、定義は、Large X の要素である、Large X の要素である X プライムで、X と X プライムの関係だ。これを、定義としたわけですね。で、実際に、ここに、このスモール X 含まれますかってことを聞くためには、このスモール X プライムとして、X が取れますかと。つまり、スモール X プライムを X として、X と X の関係ありますかってことをこれ聞いてるわけです。で、これは取りも直さず、
これは反射線なわけですね。ただ、この、どっちかに反射性を満たしているので、ここに書いてある性質の成り立つ。つまり、X は X 括弧、括弧 X の要素であるということが言えて、起伏性も成り立つということになります。つまり、その上の A として、この上の A として、X の同値類を取ってくればいいですよ、ということになるということですね。よろしいでしょうか。いいですか。はい。で、今言ったのは、この被覆性と、起伏性と被覆性を証明しましたと言ってるので、じゃあ残るのはこの組成ですね。異なるものは互いに異であるということを言ってきましょうか。そうするので、任意に A と B を持ってきて、実際に証明するのはですね、これのですね、対偶を証明します。対偶を証明するんで、実際に証明するのは、A と B が、共通要素を持ってたら、実は A と B っていうのは同じですよ、ということを証明してきます。で、それやっていきましょう。で、これですね。任意の異なる、A と B っていうのを持ってきます。で、これは、この、小集合から持ってきますから、これはどちらも、同値類なんです。だから、ある X と Y が存在して、A は X の同値類であり、かつ B は Y の同値類であるっていうふうに仮定しましょう。ですね。で、対偶を証明するって言ってるんですね。さっき言ったみたいに、この A と B は共通要素を持つということを仮定します。で、その共通要素を Z とします。だから今、イメージ図を書きましたけども、X の同値類っていうのがあって、Y の同値類。で、先ほど、非空性じゃなくて、被覆性を証明するときにも言ったんですけども、なんだっけ、反射性が、同値関係がありますから、この X の同値類には必ず X というのが要素として含まれている。Y の同値類には Y が要素として含まれているということが今成り立っています。で、今、このですね、仮定は何を言ってるかっていうと、この共通要素があって、まあ、それを今一つ持ってきて Z としましょうというふうに言っています。で、実際今ここはですね、X というの同値類と Y の同値類が異なるように書いてますけども、結論としてはこの2つが等しいんだよってことを言いたい。っていうふうな形で進めていきます。で、今、Z があるというふうに仮定しています。で、そうするとですね、この Z は今この X の同値類に含まれていますから、この X と Z の間には両向きの矢印があるわけです。つまり X と Z は同値です。ここですね。で、一方、Z はこの Y の同値類にも含まれていますから、Z と Y の間にも、Y と Z の間にも、矢印があるわけです。両向きに。ここですね。Y と Z。いいですね。で、そうすると何が言えるかっていうと、今、どっちから言えるのかな？Y から Z に矢印があって、なおかつ Z から X に矢印があるから、この、水性ですね。同値関係は水性を満たすので、Y から X にも矢印がないといけないということがわかります。いいですか？そうするとですね、いいですかね。水性を使ってますね。で、そうすると、今ですね、この X の同値類に含まれている別の要素、何でもいいですか、これが X プライムっていうのを持ってくるとすると、この X と X プライムの間にも矢印があるので、このまた、なんだっけ、水性を使うと、この Y から X プライムに矢印があるということを言えるわけです。ですね。これはここですね。任意の X プライムっていうのを X 50から取ってくると、Y と X プライムの間にも矢印が両向きにある。まあ、傾きだけ今必要なんですけども。そうすると何が言えるかっていうと、Y と、だから Y と X プライムの間にも関係があるので、X プライムっていうのは、実は Y の同値類の要素なんです。だから今ですね、この図では X プライムっていうのは Y の同値類に入ってないような書き方をしてるんだけども、実際はそうではなくて、この X の同値類は、Y の同値類にこう含まれているということがわかるわけです。この X プライムは任意に選んできてるから。だからこれが言えます。ここまでいいですか？で、今ですね、ありがとうございます。で、そうすると、X
X の同値類は Y の同値類に含まれているって今言ったんだけども、この議論は同じことを繰り返すと逆向きも言えます。Y の同値類が X の同値類に含まれているとか言えます。そうすると、これ両向きの方眼関係があるってことを言ってるんだから、つまり結論としては、X と Y は、の同値が等しい。ということが言えて、言いたかった結論が証明が終わるということになります。よろしいですか？これ何だろうな。この基本的なその二項関係の性質と集合の性質しか使ってないので、まあこれ順道形もこれ関係ないんですけども、まあ、そういうようなことでちゃんとこの、基本的な性質が証明できるっていうことが重要ですね。で、つまり、同値関係から分割を得られるというか分かりました。で、流れとしては、偽順序があったら同値関係が得られて、同値関係があったら分割が得られるって言ってるんで、つまり偽順序があると、そこから分割が得られます。で、その分割を使って半順序を作るってことを言っています。で、設定は何かっていうと、まあ、集合があって偽順序がある。で、偽順序があったら、そこから先ほどのように同値関係が作れます。言ってますね。で、この時に何をするかっていうと、この小集合を考えます。まあ、先ほどの分割を考えます。分割を考えます。で、分割の上の二項関係を考えます。分割の二つの要素。だから、この小、同値関係、同値類、二つ持ってきて、X の同値類と Y の同値関係、同値類があって、その間に対象関係を定義しましょう。で、どう定義するかっていうと、この X の同値類の任意の要素 X プライムと Y の同値類の任意の要素 Y プライムに対して、この偽順序ですね。偽順序において X プライムと Y プライムの間に対象関係がある。ってことをもって、この、同値類の間の二項関係を考えます。で、この二項関係が実は、半順序になりますよっていうのが今からやりたい性質です。で、これがこの前半の、目標になります。あ、今日の前半の目標ですね。で、下のがイメージ図です。イメージ図。今、左のような偽順序があったら、先ほど作った同値関係、これですね。これが同値関係ですね。で、そうすると、この一個一個っていうのが、この塊が、この小集合の要素なわけです。で、この小集合に対して、この右のような、形で図を作りましょうと言っています。で、これ何かというと、この左側の偽順序の矢印の引き方をそのまま引き継いでるんです。例えばですね、この部分。この部分の矢印。この部分の矢印は、ここに来てます。ここに引き継がれてます。ですかね。だから、気分としては何なのかっていうと、もともとこの偽順序があるんですけども、このですね、一つのこの、分割の塊、まあ、パーツと言っていいかどうか。で、このパーツの部分を、こう、ぎゅっと一つに、縮めてしまう。縮めてしまう。この部分。で、それによって、もともとあった矢印も、引き継ぐと。こんな感じで。引き継ぐという形にします。で、そうすると、この右のような、図ができて、で、右のような図を作ると、何が言ってるかっていうと、もともとですね、この偽順序の方には両向きの矢印があったんです。両向きの矢印があったんです。だけども、このギュッと潰すという、その小集合を作るっていう操作を行うことによって、両向きの矢印が全部なくなるんです。で、全部なくなるので、イメージを言うと何になるかっていうと、ここの、新しく作ったここのその矢印の引き方では、反対称性が成り立つようになります。つまり、両向きの矢印がこの中ではない。両向きがあるとすると、それ必ず等しいっていうのが反対称性だったので、このように書いたときには両向きの矢印がなくなります。で、もともとあった矢印が全部引き継がれているので、その、なんだろう、水性とかですね、反射性っていうのは引き継がれることになります。で、つまり、ここで作られている図では、反射性と水性はあるんだけども、潰すことによって反対称性も得られるので、この図が表す順序は、実は半順序になっているという形になります。これがその、まあ、図による直感ですね。で、今それを、本当に、数学的に正しいのかどうかってことを証明していくという流れになって、それを今から5分ぐらいでやろうかなと思っています。この性質が何言ってるかってことはいいですか？いいですか？
で、これを今からじゃあ証明していきます。で、反順序ってことは先ほど言った通り、反射性と反対称性と推性を満たすということだったので、この新しくこれ定義した関係がその3つを満たすんだってことを確認していきます。じゃあ証明をしていきましょう。じゃあ反射性からまずやりますね。で、反射性を証明したいので、証明し、やれてるのは、この同値類を1個取ってきたら、この対称関係において、この同値類が X 括弧が X 括弧以下であるということを証明したい。で、この、もう一度、この普通の、この対称関係を定義したのどうやって定義したかっていうと、任意の、X の要素 X プライムと、X 括弧の要素 X プライムと、Y 括弧の要素 Y プライムを取ってきたら、X プライムがこの基準序において Y プライムだ。ということですね。で、今ですね、この X の、この Y の部分が、X になっているものを証明したいと言ってるので、この Y の部分を、X に置き換えてあげればいいわけです。で、そうすると、証明すべきことになって、ここに書かれることになります。X の括弧から任意に X プライムと X2 プライムを取ってきたら、X プライムと X2 プライムの間に代償関係があるという形で書けます。で、これ証明します。だからまずやるのは X プライムと X2 プライムを取っていくことです。で、それをやります。取ってきます。で、そうすると、これは X の同値類が取ってきてますから、X と X プライム、X と X2 プライムの間にはこの同値関係が成り立っているということになります。で、そうすると、この関係、これ同値関係だったから、同値関係の対称性と推性を使うと、何が言えるかっていうと、ここからまず、X によろ X プライム、かつ、あ、すいません、逆だ。初めの方をひっくり返す対称性を使うと、X プライムかつ X が出てきて、後ろの方はそのままっていうのが出てきます。で、そうすると、推性を使うことで、X によろ、プライムによろ、X2 プライムというのが得られます。で、それがここに書いてあるんですね。ですね。で、これは、このによろの定義がどうだったかというと、X プライムが X2 プライム以下であり、かつ、X2 プライムが X プライム以下ということが言えてるいう、これが、この同値関係の定義だったので、この前の方だけ取ってくると、これが言えると。で、これは先ほどのページで言いたかったことと。言ったものですね。これですね。なので、これでちゃんと証明したことが証明できたということになります。はい。ちょっと、いいですかね。反射性はいいですか？すいません。ちょっと、急いでしまっているのが、いけないな。はい。すいません。ちょっと、落ち着いてやります。はい。という形になります。で、それで、じゃあ次、反対称性ですね。反対称性を証明するのはどうすればいいかっていうと、X 括弧が Y 括弧以下で、Y 括弧が X 括弧以下であるというときに、X の同値類と Y の同値類が等しいということを証明すればいいと。これが、反対称性の証明でやっていくことです。で、あとは、中を埋めるということですね。で、これはもう定義に従ってやっていきます。この2つの、この不等号の関係は、その定義を使うとどういうふうに書けるかっていうと、前の部分は、この任意に X プライムと Y プライムを取ってきたら、X プライムと Y プライムの間に代償関係がある。で、後ろの方は、逆に Y プライムと X プライムの間に代償関係があるということですね。で、この2つが言えます。で、そうすると、これは、同値関係の定義から、X プライムと Y プライムは同値であるという形で書けるわけですね。X プライムによる Y プライムと言います。で、今ですね、X プライムっていうのは X の同値追加取ってきてますから、その同値類の定義から X と X プライムは同値です。そうすると、この部分を見ると、推移性が使えて、X と Y プライムは同値であるという形が言えます。で、つまりこれは、Y プライムが X の同値に含まれているということの、定義からわかるということになりますね。ちょっと図を書いた方がいいかな。今、こう X があって、X の同値類があって、Y の同値類があって、X プライムと Y プライムをここから取ってきてると。で、もちろん X と Y もここの辺にあると。反射性から。で、矢印は、今ここに行ってるのは何なのかっていうと、矢印は実はこれ両向きにありますよと。両向きにありますよって言ってるので、実は、この、で、X か X プライムにも矢印ありますから、水星から X から Y プライムに矢印がありますよ、ということが言えて、実は、
これですね。この Y プライムっていうのは X の同値類の要素であるということが言えていて、実際はこういうふうな互換関係があるという形になっているということが、ここまで言えているわけです。で、そうすると、これ片方が片方に含まれてしまっているので、先ほど言っていた分割は必ず、そうでないといけない、互いにそうでないといけないというふうに言っていたわけなので、こういうふうに包含関係があったら、その場合には、この二つの集合は等しくなくてはいけないということになって、反対称性が得られましたということになります。よろしいですか？はい、ありがとうございます。いいかな？ちょっとなんか今、不安になりましたけども、いいでしょうかね。ではですね、最後、彗星ですね。彗星は、X、と y、x カッコと y カッコの間に代償関係があって、y カッコと z カッコの間に代償関係があったら、x カッコと z カッコの間にも代償関係ありますよって、こういうことですね。で、これも、を証明したいと。で、これも定義に沿ってやっていけばよいということになります。で、図を書くとどんな感じかっていうと、まあ、x カッコがあって、y カッコがあって、z カッコがあって。で、さっきのように、まあ、任意に沿ってくるわけです。まあ、この中に、まあ、x, y, z はあるんだけども、任意の x プライムと、任意の y プライムと、任意の z プライムを取ってきます。で、そうすると、代償関係があるっていうふうに言ってるわけなので、この矢印は x プライムを押します。矢印が x プライムから、これだな。x プライムから y プライム。で、y プライムが z プライムになるということが分かってます。これですね。で、そうすると、この矢印というか、この代償関係ですね、この微順序と彗星がありますから、X プライムから Z プライムにも、ああ、違う。色が違った。これですね。X プライムから Y プライムにも矢印があるということが言えるわけです。で、X プライムと Z プライムは任意に取ってきてますから、つまり任意に X プライム、Z プライムを取ってきても矢印があるということが分かりました。ので、これは X カッコが Z カッコ以下であるということの定義そのものですね。だから、証明したかったことが言えるということになって、彗星も証明できましたということになります。これで、つまり、今考えていた二項関係が単純序であるということが言えたということになります。よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。で、流れとしては、今、この順動形じゃなくて、微順序から、半順序が得られるということが分かったので、これを順動形に対して適用していくということを、じゃあ休憩の後でやっていこうと思います。ちょっと休憩の前が長くなりましたね。すいません。なので、じゃあちょっと休憩をするんですけども、ちょっと2分にしていいですか？すいません。じゃあちょっと2分の休憩にして、後半やっていこうと思います。じゃあ2分休憩します。
はい、では、すいません、ちょっと、過ぎてしまいましたけども、じゃあ、休憩終わりまして、続きやっていこうと思います。今言った通り、異順序から反順序を作れるという話をしたので、それを順道形に対して適用していこうと思います。そうすると、まあ、こんな感じになる。今までの一般論を順道形から入れる異順序を適用すると、まずそのグラフに対して同値類 G っていうのを定義するわけですけども、それは、G と順道形同値であるグラフの全体になります。まあ、こんな感じですね。いきます。で、その時に、まあ、ここに先ほどの定義したような形で反順序を定義することになります。つまりそれは、G と順道形同値な任意の G プライムと、H と順道形同値な任意の H プライムと聞いたら、G プライムから H プライムへ順道形差が存在するという形で、この二項関係を定義すると、これが反順序になるということになります。で、まあ、この反順序の性質を今から見ていきましょうということになります。で、この反順序は、まあ、グラフ無限になりますから、すごく大きな反順序集合になっていて、もう全部書ききれないんですけども、まあ、一部だけ書くとこんな感じになると。ここの同値類から、ここの同値類に、まあ、だから矢印全部あって、そこからこの全部あると。まあ、こんな感じですね。で、これ逆向きはない。逆向きはない。で、なんかこんな感じの、図示ができて、これも本当に一部分で、膨大な単純序章の一部分で、まあ、こんな感じになっていると。で、今ですね、この黄色のところは、どこもですね、5個しか、こう、グラフ書いてないんだけど、ここは本来はもう無限になるわけです。無限って言っちゃうけど、たくさんね、グラフあるわけです。たくさんグラフがあって、そのグラフも一部しか書いてない。思ってください。この分割の一個のパーツの中は、これらのグラフと同型、順道形同値な、順道形同値なグラフが全部入ってるんですけども、それ今書ききれないので、これもそれを一部しか書いてないと思ってください。で、こんな感じです。でですね、だからこの中はその順道形同値なグラフが全部集まっている形になっているんですけども、まあ、だからこれはですね、なんかたくさんグラフがあって、この中身がですね、そもそも一個一個、これはどんな感じなのかよくわかんないので、ちょっとまずこれを調べてみましょう。一個のパーツを。同値類をですね。任意のグラフを考えて、その同値類考えましょう。同値類って言いますから。ですね。で、そうすると、G と、G のコアっていうのは先ほど、初めの方で言った通り、順道形同値なので、この G のコアっていうのは、この、なんだ、同値類に含まれてたんです。まあ、ちょっと同値類の、イメージを書くと、同値類、G の同値類の中に G が含まれてるんですけども、G のコアも含まれています。ちょっとなんか。記号がわかりにくいんで、G が含まれていたら G のコアも含まれています。こういうことですね。ここですね。で、同様にですね、今この同値類の中に1個、なんか適当なグラフ、H が含まれているとすると、H のコアもこの中に含まれています。なんでかっていうと、今ですね、H をこの、同値類から持ってくると、この G と H の間には、これ両向きの矢印があるわけです。で、H と H のコアの間にも両向きの矢印があるので、この矢印の水性から G と H のコアの間にも両向きの矢印があるということになって、H のコアっていうのは、この G の同値に含まれているということになります。だから、その、水性を複数回適用すると、この G のコアと H のコアの間も、にも、もう、この二つも順道形同値であるということが言えるわけですね。で、実際はですね、この、二つ、この H を持ってきて、その H のコアを持ってくると、それは実はですね、G のコアと同型になります。だから今ですね、この G のコアと H のコアっていうのは、なんか違うグラフであるかのように書いてるんですけども、実はですね、この二つはですね、同型になります。これちょっと証明はちゃんとしないんですけども、何回か前に、コアの一位性の証明っていうのをやったんですけども、その時の証明とですね、同じような議論をすると、実はですね、この同じ同値類に含まれている2つのグラフのコアっていうのは必ず同型になるということが言えます。ので、何を考えるかっていうと、このグラフの中の、どんなグラフでもいいから1個取ってきます。まあ、H 取ってきます。で、そのグラフのコアを考えます。で、そうすると、
どのグラフから始めても、そこからいわゆるコアって変わらないんですね。今の話から。同型になるわけです。なので、別の言い方をすると、今ですね、この、同値類っていうのを、作ってるんだけども、この同値類っていうのは、その同値類の中のグラフ、任意のグラフのコアで代表できます。だから、なんかその、わけのわかんないグラフ、G を持ってきて、その G の同値類っていうのを考えてるんだけども、その同値類っていうのは実は、その同値類の中の任意のグラフのコアを持ってくると、そのコアを使って、この、同値類っていうのを記述できる。標準的に記述できるってことになるので、まあそういう形で、このコアっていうのを、この同値類の代表現として選んでいきましょう。別の言い方すると、そのグラフがコアであるっていう言い方がありましたけども、コアを持ってくると、そのコアに対応するような大、この分割、同値類っていうのが一つずつ得られるという形になります。だから別の言い方すると、そのグラフのコアの数だけ、この同値類っていうのが存在するという形になるわけです。先ほどの例で言うと、これですね。この一番上のこの同値類っていうのは、実はこの計算っていうのが、この中のに存在するグラフ、すべてのグラフのコアになっています。なので、まあ、これはその計算を代表として、その計算の作る同値類であるというふうに見なしましょうというふうにまあ思ってもいいわけです。で、これ一番下のところ、これは実はですね、これは K2 がこのグラフの中のすべてのグラフのコアになっています。ので、この K2 を使って、このグラフ、じゃあ、同値類代表させましょうというふうにまあ思えると。この真ん中の方ですね、これ実は、これはですね、これ C5 が、ここに入っているグラフの、どのグラフのコアになっていて、この C5 を使って、代表させましょうということがまあできるという感じになります。で、まあ、こういうような形の、構造を、この順度系から作られる単純序を持っているという形になります。もう一回言うと、そのコアの数だけ、この同値類があるという形になっているというふうに思ってください。で、コアっていうのは無限にあるので、まあ、この単純序集合ってのはすごく膨大な無限要素を持つような、順道圏で単純序になっているということになるわけです。いいでしょうか？よくわかんないかな。ちょっと急いでるんですよね。いけないな。だから急ぐとろくなことないんですけども、いいですかね。だから急ぐとろくなことないから急がないようにします。はい。で、今言ったのは、この単純序がどのようにして作られるのかってことを言ったんですけども、実はこの単純序が特殊な、性質を持っているということを今から言います。で、それがこの則であるという、性質なんですけども、まあ、則っていうのを皆さん知らないと思うので、まず則から、説明していきます。一般論から始めていきます。何かというと、これ単純序、一般の一般論です。で、単純序があって、その要素と2つ、XY というのがあったら、この X と Y です。上限というのを定義します。まあ、これ結び、ジョインと呼ばれることもありますけども、まあ、今後は上限と言っていこうと思いますね。で、X と Y の上限とは何かというと、次を満たすような Z という要素のことです。で、この図はですね、まあ、イメージ図で、まあ、この図を使って、説明すると、何なのかっていうと、まずこの Z はですね、X 以上であり、かつ Y 以上である必要があります。で、今ですね、この黄色の色付けしている部分があるんですけども、これは何かっていうと、この、図が表している範疇序において、この2つの条件を表す Z がどの範になるかということを、この黄色で表しています。黄色で表しています。で、上限といったのは何かっていうと、この黄色の中で一番下にあるところのことを、上限と言ってます。で、それをちゃんと書いたのはこの2番の、条件です。なぜかというと、任意の要素 W っていうのを持ってきたときに、W がこの黄色のところに含まれている。つまり、この X 以上、Y 以上である。としたときに、この W は必ず Z 以上じゃないといけない。だから、別に言わせると、その黄色のところに入ってきている W を取ったら、その中で Z っていうのが一番小さいんだということです。で、この図の場合は、この黄色に、所属している要素が2つあって、その中で、この青の方が小さいので、この青が X と Y の上限です。という形になります。一般的な図をちょっと右にか、えっと、えっと、右に書こうとすると、X っていうのがあって、Y っていうのがあって、その X よりも上、Y よりも上っていうような領域がなんかあるわけです。ここら辺に。
で、その中で一番小さいもの。で、これが X と Y の上限というイメージです。よろしいでしょうか。これ定義ですね。で、まあ、実はですね、上限、X と Y の上限が存在しない場合もあるんですけども、それがちょっと後で説明します。で、重要なのはですね、これ、X と Y の上限っていうのは存在すれば必ず一つです。これですね、X と Y の上限は存在すればただ一つです。で、それはですね、先ほどの、定義に書いてある性質と、範準値の性質を使うとわかります。なぜか。Z と Z プライムというのが X と Y の上限であると仮定します。で、証明したいのはただ一つであるということを言いたいので、結論としては Z と Z プライムが等しいということを最終的に導きたいと思ってください。で、そう思うと、まずこの上限の性質があるので、から何が言えるかというと、Z と Z プライムはどちらも X と Y よりも上にある。上では X と Y 以上であるということになります。X 小なりイコール Z、Y 小なりイコール Z であり、かつ、X 小なりイコール Z プライム、Y 小なりイコール Z プライム。という形になります。で、そうするとですね、上限の性質2という形で、その上にあるものの中で一番小さいのが上限であるというふうに言ってるので、Z は Z プライム以下であり、かつ Z プライムは Z 以下になります。両方とも上限だから。で、そうすると、この部分をじっと見ると、反対称性を使えて、Z の Z プライムは等しくなくちゃいけないという結論が得られるわけです。で、証明が終わるという形になって、上限というのは存在すると必ず一つになります。ここまでいいですか？はい。じゃあですね、これは上限の話なんです。同じように下限っていうのがあります。で、下限はですね、同じように定義するんですけども、それはどういうふうに同じかっていうと、上限では上の方を見ていたんです。この下限では下の方を見ると。だから、定義としては、イメージ図としては、色がいけない。イメージ図としては、ちょっとさっきと色が違うかもしれない。X っていうのがあって、Y っていうのがあったら、その下ですね。その下側を見ましょう。あ、それさっきの色が違う。その下側を見ましょう。下側の中で一番大きいものが、X と Y の加減である。で、まあ、加減のことを交わり、ミートということもありますけども、まあ、この授業では加減と呼んでいこうと思います。でですね、加減も、これ存在すればただ一つになります。まあ、ちゃんと定義すると、まあ、この Z が加減であるっていうのは何かというと、Z は X 以下であり、Z は Y 以下である。だから、ここですね。この部分に Z はある。で、なおかつ、この部分にある W を持ってくると、必ず W は Z 以下である。だから、この中にある、X と Y よりも下にある要素の中で、一番大きいのが Z であるというのが定義です。で、先ほどの上限と同じように、加減もですね、存在するとすると、ただ一つになります。で、まあ、証明は上限の場合と同じですね。X と Y の加減は存在すればただ一つであるということが言えます。はい。で、先ほど言った通り、上限や加減が存在しない場合もありますっていうふうに言ったので、まずその例を挙げます。まあ、これですね。今、まあ、これ、範囲上を表している図なんですけども、ここで X。これ Y を取ってくると、この X と Y も上限存在しません。で、なんでかというと、X と Y よりも上にある部分っていうのは、まあ、ここに書いてある、この黄色い部分なんですね。で、そうすると、この中で、まあ、一番小さいというか、一番まあ下にあるのは、まあ、この二つなんですね。で、これは、この二つは互いに比較できないんですよ。その範囲上において重要なのは、その比較できない二つの要素がある可能性があるんですけども、この二つで比較できないんですね。だから、だから加減っていうのは、この黄色の部分にあって、なおかつ、黄色の部分の中にあるどのものよりも下にあるっていうのが上限の定義だったんだけども、その、条件を、この二つの要素はどちらも満たさないわけです。だから、どちらも上限ではありません。だから、上限存在しません。ということになります。よろしいですか？わかりますかね？
いいですかね、あんまり。だから、これはだから X と Y の条件存在しない。で、同じように、右のところでは、別の X と Y を取ってきてますけども、この X と Y の加減が存在しないことになります。ということになります。ので、上限とか下限っていうのは必ず存在するものではないわけですね。で、不足って言ってるのは何かというと、実は、どの2つの要素に対しても上限と下限が存在するような半順序集合のことを指します。じゃあ、ボス試算というと、これですね。半順序集合を持つ集合 X が不足であるとは、任意の XY という要素に対して X と Y の上限と下限がどちらも存在することです。先ほど言っていたような、これ速なんですけども、これは先ほど言っていたのというと、例えばこの X と Y を取ると、何が上限かっていうと、これが上限ですね。X と Y の上限。で、ここが X と Y の下限になります。で、どの X と Y を持ってきても、上限や下限があるので、その、記号としてですね、ここにあるような、この記号を書きます。使います。だからこれは、X join Y、X meet Y、こんな感じですね。というふうに表すことがあります。で、今はですね、X と Y が、この横並びにある場合を書いてるんですけども、そうじゃなくてもですね、これ任意にもって言ってるんで、別のちょっとものを持ってきましょう。例えば、これが X、これが Y。であるときに、何が、X と Y の上限であって、何が X と Y の加減になるのかってことを考えると、X と Y の両方以上になる部分ってどこにあるかっていうと、この部分になりますね。で、この中で一番小さいのが、X と Y の、上限なので、この場合には、Y が X と Y の上限と等しくなります。で、一方で、X と Y の加減を考えようと思ったら、X と Y 両方以下の部分をまず考えるので、それはこの図で言うと、この部分になります。で、この中で、一番大きいのが X と Y の加減なので、この場合は X 自身が X と Y の加減になります。だから、ちょっと何を言いたいかっていうと、速において、速におかなくてもいいですけど、速において、X が Y 以下のときには、X と Y の上限っていうのは Y であって、X と Y の加減っていうのは X になります。よろしいですか？だから、こういう場合にもちゃんと上限と加減っていうのがあるんだってことは思ってください。で、速の重要な例として、これ一番右にあるのは、これは何かっていうと、整数を全部1列に並べてると思ってください。だからこういうのは全順序って言ったりしますけども、全順序。もう1列に並んでる。だからこれ1列に並んでるものも速です。速です。で、こういうふうに、そうじゃなくて、こんな感じで、1列に並んでなくても速になってるっていうものが、あったりするわけですね。で、ちょっと今日は時間がないから、証明は、次回に後回しにしようと思うんですけども、これが、じゃあ次回初めに証明しようと思うんですけども、これですね。任意のグラフ、G と H に対して、その先ほど言っていた同値流を考えると、この上限と下限っていうのは必ず存在することが言えます。つまり、今考えている順当形から得られる半順序から得られる速っていうものがあるってことになります。言いたいことは何だかいいですか？G と H っていうこのグラフから使われる動詞、あるいはコアと言ってもいいですけども、コアがあったときに、その上限と下限っていうのは必ず、それよりも大きいところ、小さいところの中で一番大きいものとか小さいものっていうのが、必ず1キーに決まる。で、これは証明が割と面白くて、面白いが、なんでこれを面白いと言うかというと、まず証明したいことは先に言います。これが言えます。
何かというと、G の同値類と H の同値類の上限っていうのは実は G プラス H っていうこのグラフの和ですね。グラフの和で決まります。一方で、この下限の方はグラフの積で決まります。だからこれもですね、第5回目ぐらいの授業、6回目かな、何回か忘れたんですけども、その時にそのグラフの演算の話をして、グラフの和やグラフの積っていうのを導入したんですけども、実はこれはですね、ここにつながってくるんですね。で、まあ、和と積の話は、ちょっと復習しながらやらないと証明できないので、だからその復習をしながら証明を実際この2つがですね、成り立つということは次回やろうと思います。はい。で、まあ、だからそれはちょっとまあ次回の予告になるんですけども、そうすると、まあ、じゃあ、証明できたとします。できたとして、このグラフの順度計が作る半順序っていうものは、速になるっていうふうに言ったんですけども、じゃあその速っていうのは実際どんな感じなのかってことだけはちょっと最後にやろうと思います。だから今が、証明はせずにグラフは速である。あ、グラフの順度計が得られる半順序は速であるってことは言ったんだけども、じゃあそこからちょっと何を調べたいのかってことをちょっと最後に言って終わりにします。だから証明は次回ということにします。これ、円完全グラフっていう話があったときに、なんか、この図はなかったんだけども、こういうような気分を得たと思うんですね。何かというと、これ完全グラフなんです。完全グラフ。で、完全グラフに対しては、この頂点数が増えるごとに、こんな形で、順動計は存在するんだけど、逆向きはない。というふうに言っていたので、これは、で、しかもこの完全グラフっていうのは、まあ、コアなので、先ほどのこの、順動計が作る、半順序において、まあ、これらはですね、その、まあ、一列にこういうふうに並んでる形になってるわけです。で、一方でですね、この完全グラフの間にですね、この順動計の関係においては、円完全グラフっていうのが含まれてきて、こんな感じで、この間をですね、その、なんか、このあたかもですね、このグラフっていうのが、すべてこの有理数に対応するかのように、この順動計が作るこのスケールの上をですね、示しているっていうことを、この円完全グラフは示していたってことを、まあ、思い出してほしいんですね。で、そうするとですね、このような部分が、実際にこのグラフが作る、順動計が作る、半順序が作る速の中には、まあ、埋め込まれてるんです。このような構造が。その有理数的な構造が埋め込まれてるわけです。だからこの部分だけ取り出すと、順動計から得られる半順序っていうのは、この1以上の有理数全体から作られる、まあ、全順序のように思えるんだけども、これはただ単に一部分を取り出しただけでしかないわけですね。だけども実際はもしかしたら全てのグラフがこの一直線の中のどこかにこう並べられるっていうことも可能性としてあるわけです。だから実際ですね、この、順動計が作る半順序である速っていうのは、今言ったみたいに、その一列で全てがこう並べるようなものなのか、もしかしたらそうじゃなくて、なんかぐわーっとこう横に広がっていくような、まあこの図自体はこれ速じゃないから、ちょっと誤解を生むかもしれませんけども、この横に広がっていくんだというような、まあ、イメージを持ってほしくて、このどちらに近いんでしょうか。今それには、その疑問にはまだ答えてないんですね。で、それをちょっと次回は探求していこうというふうに思います。つまりこの、今まではこのなんか、この一つのスケール、なんかこのスケールっていうのはその、なんか、尺度ですね。だからその有理数的な、見方っていうのは割と、この円完全グラフとかを通してできていたんだけども、実は、この本当はこの横に広がっていく、このなんか縦の広がりの他にも、なんか横の広がりっていうのは実は、この半順序、あるいはこの順動形、っていう、この物差しってのは持ってるんだってことを次回やっていきたいと思います。ので、それが、次回予告になると思ってください。なので、次回は先ほど飛ばした速であることの証明からまず行って、その後に、この縦の広がりと横の広がりっていうのはどんな形で、まずその半順序集合一般論として形式化されるのかって話から出して、そのような性質を実際持ってるんだってことを証明していきます。はい。では、今日の授業はこれで終わりにします。最後に、またコメントを出して言ってください。ちょっと、じゃあ、チャットの方にも出します。はい。では、今日の授業はこれで終わりますので、また、来週になりますので、来週で年内最後になりますので、よろしくお願いします。では、終わりにします。ありがとうございました。